はい、ムズです。今回は、サムライベパーズさんから、ご提供いただいた、こちら。TVL、ザ・ベイプ、ラウンジやね。の、20700のチューブと、バレットプルーフ RDA のレビューになります。それでは手元で開封していきます。はい、じゃあ、ザ・ベイプ・ラウンジ TVL の、20700モッドと、バレットプルーフ RDA の開封していきたいと思います。じゃあまずチューブ、20700700の、バッテリーの入るチューブになりますが、こちらデザインねは2種類あります。でこちらは5クロスになるのかな。まあ、この溝ね、エングレーバーありますよね。これが多いか少ないかのデザイン違いですね。でハイブリッド接続の、メーカーページの方だと24ミリになります。でちょっとなんか不思議に思ったんですけど、こちらバレットプルーフの方が、メーカーページで見ると 24.8 ミリになるんですよね。でこう繋いでみるとどうです、そんなにこう段差っていうかね、こう繋ぎ目違和感ないと思うんですよ。で違和感ないので、ちょっとノギスで測ってみたいと思います。チューブ 24.5、 AFC のところが 24.65 ぐらいで、キャップまあ 24.54 で、まあボトムスイッチの方ですね、まあ 4.4 ぐらい。まあね、個体差とかもね、あるとは思うんですけど、まあ実際公式ページだと24ミリチューブで 24.8 のドリッパーってなるんで、まあそうするとまあ見た目段差がこう出てきてもねいいと思うんですけど、まあそんなことないと。で測ってみると 4.5 ありました。なのでまあ24ミリ、ちょっと今手持ちがナッチしかないんですけど、24乗せると分かります、ほんのちょっとだけ。まあ普通にこう持ってる分には気にならない程度ですけど、まあこう辛い位置にはならないんで段差あります。このぐらいですかね。で、まあ今バッテリー入れれませんが、スイッチはここ、バッテリーはここを外して入れます。でまあ中、これが18650使う時のこういう挿して使うアダプターですね。でまあ内側はもう絶縁とかないですね。まあポジティブ、バッテリーのポジティブが直接当たらないようにね、何デコボコくぼみは切ってあるみたいですね。でスイッチの方はまあネガティブこう当たらないようにここデルリンかなんかで加工してあります。でこれ見えます、これガス抜きですね。ここ貫通 してます。でこれスプリングなんですが、まあここにオーリング、これで止まってるんですね。なのでチューブには替えのオーリングが3個セットついてます。まあ外してみます、外してみますが、ちょっと飛んだりするんで、オーリング取るとき気をつけて取ってください。
ってまあ大体ね、こういうのってあのオーリング傷んでから外すものなんで、まああの傷ついても問題ないと思うんですけど、ちょっと尖ったものであるとやっぱこうやってね、こうやって切れちゃったりとかするんで、まあ今回は試しで。で外すとスプリング出てきます。こっちはこう絶縁処理っていうかね、してありますね。うん、まああのなんだろう、グリスベタベタとかっていうほどはグリス塗ってないですね。かといって別にあの硬いわけではないんで、こんな感じです。でまあ、後々つけますが、バッテリー、あの、後前でつけてからね、つけますけど、バッテリーを入れると、これは、あの、こっちら位置まで、入るんじゃなく、だいたいこれぐらい飛び出ます。な。じゃあ、アトマイザーの方、見ていきます。アトマイザーの方は、替えにね、あの、オーリングとイモネジ2個、ついてます。じゃあ、まあ、ぐるっと。まあ、ボトムフロー。の、あの、調整効かないやつですね。ポジティブピンこのぐらい出てます。ガッツリ出てますね。で、まあ、これ、あの、ビス4本ついて今外したんですけど、まあ、単純にこれごと、ポジティブごと抜けると思うんですけど、結構きつかったんで、ね、壊しても大変なんで、あえて抜きません。抜かないです。まあ、ウェルはもうすげえガッツリ、深い。うん、1センチぐらいありますね。で、まあ、これ3ポストですが、3ポストなんですけど、2ポストも、4ポストもあります。トップキャップ。内側は、まあ、どうもかかってないですね。テーパー、段差のあるテーパー。で、ドリップチップは810ですが、ちょっと凝って、まあここ多分オーリングがポッて入るところなのかな。うん、そんな形状です、してます。で、まああのこのオーリングも意外と抜き差しね、別にリキッドでこう滑りやすくなってようがなってまいが、スルスルいけるかな。ではまあビルドしていきましょう。で3ポストなんで、ちょっとだけ特殊でもないですけど、まあちょっとだけね、説明しながらやっていきたいと思います。で、3ポストは、ポジティブ、真ん中から、こう、真ん中から決めといて、その後、外側締めるっていう感じが、一番楽かなと思います。まあ、これ僕のやり方なんで、まあ、もともとね、こう、ある方は、そちらやってた方がいいと思う。で、通すときは、コイルって巻いたら、こう、どっちかが上でどっちかが下になるじゃないですか。ね。で、この下側を、ポジ側に入れた方が後々コットンが通しやすいです。で、まあ今入れましたよね。入れたら大体こうデッキのギリギリぐらいのところにコイルをこっと置いて、その状態で締め付けますね。今大体このぐらい、こっち側もまあちょっとこっちが出すぎたかな。
まあこのぐらいですね。で、ポジティブは閉めちゃいます。で、閉めたら、ちょっとこれ足曲げといた方が良かったかな。このいらない足をもうすでに切っちゃいます。ここね、いらない足、これもいらない足ね。切りました。したら今切った状態で今度こいつを内側に動かしました。たらもうだいたいここもうこれ決まってくるんですよね。で今外側にねあったコイルもちょうどいいぐらいの位置に来るんです。でこの状態で根側を締めてあげる。まああといらない足はね、で切ってあげてまた最終的に調整する。まあこんな感じかな。ちょっとずれちゃったけど、まあ大概僕もあの3ポストかなり久しぶりなんでこのぐらいで勘弁してもらえたらと思います。まあ高さだいたいこのぐらいでね組んで、もうちょっとあの一番初めに外に置くのギリギリまで、このぐらいのギリギリの位置まで置いといてやったらちょうどいいぐらいかなと思います。これあの慣れちゃえば簡単なんで、意外とかといって3ポストばっかり使ってないとこれまた忘れちゃうんでね。まあこのような感じです。じゃあドライバーしていきます。はい、できました。 0.32 ね。ではコットン通していきます。
はい、できました。でこいつワイヤーの足ネガ側を上側にした方がいいっていう理由は、今ここ上ですよね、ネガ側ね。これを下にやると、これコットンを下にウェルに入れるときに足が邪魔するんですよ。で上側だと邪魔にならないんで、でまあポジティブはね、下行っててもそこにコットンは行かないんで、でそのためにわざとネガ側の足は上側に来るようにしてました。以上です。ではコットンじゃないや、リキッドね、垂らして振っていきたいと思います。はい、レビューしてきました。リキッド垂らしましたけど、まだバッテリーのを入れてません。最初言ったかな、バッテリーは普通の18650に18650用のアダプターをつけて使う方法と、2070、こちらね、2070を使う方法、2種類あります。なのでまあビルドの抵抗値もですけど、そのバッテリーに合わせてね、抵抗値合わせて使ってください。じゃあ2070の方をね使ってみたいと思います。じゃあちゃんとアトマイザーの方つけてから、ポジティブ側プラス側ですねから入れて、でスイッチの方ね入れてください。で70だとまあこれぐらい出ますね。じゃあ6、まあ、60でもあれか、60でもまあアダプターつけて長さ変わんないんで、出るのも変わんないですね。じゃあいい感じですね。では吸っていきます。うん、うんうん、まあエアフローは調整できないんで、スカスカはスカスカです。でも味はね、ちゃんとっていうか味美味しいですよ。そんなまあまあ普通かな。そんな別にめっぽをうめえっていうことでもないし、うん、うん、ですね。まあ立ち上がりもねいいし、悪くないと思いますね。まあただそのまあ僕が気になるのはそのサイズの一点だけかな。うん、まあこのセットでね使うなら全然太さとか別に全然気にならないんでいいと思うんですけど、だからまあなんだろう、個体差であればね問題ないですし、がまあなんだろう、ホームページの方の記載ミスなのかの判断はまあ僕じゃあどっちなのかなと思いますけど、まあ個体差で合ってくれればいいのかなと思いますけどね。まあでもやっぱりね、ティーベルですから上下一緒、チューブとねアトマイザー一緒、こうやって組み合わせてね使うのが一番かっこいいですよね、うん、って思います。はい、では今回は、サムライウェーバーズさんからこう提供いただいた、TVL、ザ・ベイプラウンジの、20700 モッドと、バレットプルーフ RDA のレビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。